スモープ時代の浜良太と、明けぼのスモープは、プロレスのタッグチーム、ユニット。共に元大相撲力士で2 0 0ラムを超える巨体を持つ、者同士のタッグとして知られる。ちなみに明けぼのは、浜のデビュー戦の相手も務めている。一時期、超党派軍と新世代軍との交想で他元は勝ち、会っていたが、2011年6月12日の、 世界タッグ王座決定戦進出チーム決定戦で復活した。2013年の全日本分裂に際しては、浜がレッスルマイナス1に、明けぼのはフリーから全日本所属になったため、事実上タッグ活動は休止状態にあった。ただし解散は宣言しておらず、2016年3月13日のレッスルマイナス1後楽園ホール大会では、 明物と浜のタッグが復活して試合後には、浜が改めて、スモープは改ざんしませんとのコメントを出した。浜が大日本プロレスに、レギュラー参戦していたことから7月10日の札幌、マルスジム大会から大日本プロレスにも参戦。7月24日の両国国技館大会では、ツインタワーズが持っている、BJW 認定タッグ王座に挑戦するも敗退。 9月からは第2本再キャンタックリーグ戦ストロングブロックに参戦。B ブロックを参戦3勝で1位通過を決めた。2016年7月23日、岡本将軍が加入。ありがとうございます。